マ娘プリティダービー熱血はちゃめちゃ大感謝祭。今のは待ちかね福来たるでしょうか。どうも六丸です。ついに来ましたね、ウマ娘まさかの据え置きゲー、しかもドット絵っていうね、異彩を話しすぎてもう前も見えねえって感じなんですが、僕はですねアプリの方は割としっかりやってる、まあ、ガチ勢の一歩手前みたいな、立ち位置なんですが、そんな僕がねこの問題作なのかわからないまさかのウマ娘据え置きゲーをねちょっとレビューしてね、皆さんにどんなものかお伝えしていこうと思います。普段のレースとは異なり、様々な競技で競います。今のアプリも大食いしたり、いろんな競技したりめちゃくちゃだけどね。あ、え、ストーリーあるんだ。え、っていうかめっちゃドット絵可愛いな。よく、何これ。ドット絵のクオリティめっちゃ高いな。ゴルシアの大冒険。これメインコンテンツじゃねえの。とりあえずじゃあストーリーやっていこうか。お、始まったよ。彼女たちは、走るためにそんなことはないと思うけど、時に数奇で時に輝かしい歴史を持つベス出た。もう誰も触れない。ウマ娘の原初の設定出たね。それが彼女たちのナレーションは手綱さんだね。この世界に生きるウマ娘の未来のレース結果はてか何なのこの壁画。この壁画何走り続ける、何を伝えたいの？瞳の先にあるこの壁画を描いた作者の気持ち全然察せられないんだけど、さっぱりわからん。どういう気持ちで描いたんだ？そして今回はお？お！来たねー。理事長でかファン大感謝祭っていうか当たり前のようにフルボイスだね。皆さん説明会にお集まりいただきありがとうございます。ちゃんとあれだな、理事長の頭に猫乗ってんな。春の大感謝祭には特別なイベントが用意されている。春の大感謝祭なんだ。8月終わったんだけど、もうめちゃめちゃグランプリ、ちょっと運営のどっち春に出すつもりだったのかな本当は。以上4つの種目で戦う盛りだくさんのチーム戦となります。もうめちゃくちゃじゃねえかよ。一斉にゴールを狙う。なんでバスケとどっちと障害レースなんだ。どっちも同じく4人の代表者で戦います。なぜ球技なんだ。怪我に注意してぶつけ合っちゃってください。ウマ娘にさせることなのか。サーバーとイーターが存在します。配膳係。お前これ一部のウマ娘に有利すぎないか。オグリとかオグリにキャラ格差ありそうだな。学園から町の中まで続くコース。一番ウマ娘っぽい。途中にはいくつ一番ウマ娘っぽいのが障害ですな。4つの競技の合計スコアで優勝チームが決まります。なるほど。仲間たちもウマ娘のパワーでドッジボールやったら人死ぬよな多分。すでに貫かれるな腹を。チームは私自らくじ引きなんだ。僕が好きなキャラで編成を組めるわけではないんだね。来た。ああ、アニメ一期組もとい98年世代、いわゆる黄金世代だね。え、このチーム強すぎね。走攻守短距離長距離隙がね。ついに大食いもどちゃくそ強い。おい、スペちゃんとグラス相手に大食いで勝てるわけなくね。食われるぞ他のウマ娘も全員。え、このチーム強すぎだろ。で、あー登場の仕方に個性があってすごくいいな。はい、エアグルーヴ世代だね。エアグルーヴとドーベルの、まあ、先輩後輩関係か。ゲーム内だとで、エアグルーヴと鈴鹿のまあ好敵手関係っていうのかな。菊花賞の福来たるがいて、ステイヤーのブライトもいると。ここもバランスがいいね。次チーム、え、おチーム名変更届が来ていると。え、どういうこと。検討、やばそうこのチーム。後ほど確認しよう。絶対やばいだろほらすげえや、なんだこれチーム。なんだこの親戚チームは。なあ、親子と祖父と孫がいるんだけど、何この正月の集まりチーム。だけどこの4人で何個 G1 取ってんだ。ってかこのメンバーと一緒に鶴ちゃん一緒にいたら死ぬだろ。大丈夫か鶴ちゃん。
殺されてしまう。ついていけないだろうこの4人に。ゴルシュもいるし。うわ、ここも強いな。純粋にレースが強そう。で、あー、ウオダス世代ね。はいはいはい、ヒンバチームだね。え、右の子誰だろう、右端の子。いいね、ここもね、あ、スティルインラブか。はい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 。とても熱く来たね、ついにスティルインラブ。いけません。本編、ウマ娘アプリ本編でもまだプレイアブルじゃないのに。いけないけれど、でもでも、へえ、そういうキャラなんだ。ここも強いよ、ヒンバ3回いるし。これは普段ボバに負けない底力持ってるウオダスは。待って、レースではないって言った。レースではないって言ったよ。ウマ娘なのにレースではないって言ってる。言っちゃった。まあ一つのね、イベント、お遊びみたいな感じか。若干さ、理事長声割れてね、でかすぎて。うわ、どのチーム選ぼっかな。笑いあり涙ありのはちゃめちゃなストーリーを楽しもう。なるほど、4つチームのストーリーがそれぞれあるわけか。スペちゃんの黄金世代チームで行くのか、まあ、エアグルーブ。うわー、どうしよっかな、迷うな。まあでも今僕、ウマ娘 3.5 周年やってきて、今一番推してる子マーチャナンスは、チーム2位で行こう。バラバラアンバランス。スティールインラブだ。まさかアプリより先にはちゃめちゃ大感謝祭でスティールインラブを操作することになるとは。なるほどね、チーム結成から勝利までを描くって感じかな。こんななりしてるけど、この子牝馬三冠だよな。ウオダスコンビやっぱいいね。なあなあ、聞いたか、今年のファン大感謝祭の目玉。ドッジボールだろ。チーム対抗のハチャメチャグランプリでしょ。まあ、普段ライバル関係むき出しの2人だけど。確かにな、ま、どんな競技であろうと、え、同じチームだよね。でもそれはこっちのセリフよ。一番になるのがあったし、あんたのチームなんてコテンパンに乗せてあげるわ。いいな、やっぱウオダスコンビ。でかすぎるわ、ムカつくマークが。顔よりでかいじゃん。えぐいな。あ、きたー、マーチャ。脳みそ溶けそうだよな、この声聞いてると。鼻から出そうだよ。マーチャしか勝たんわけよ。うわ、スイープもかわいい。落ち着きないところが。スカーレット。そうだよね、ウオダスとマーチャは世代的に一緒だもんね。まさかこうなるとはな。いいね、いい匂いしそう、このチーム。誰が決めたんだろう。あ、くじ引きで決めたっつったか。くじ引きで決めたにしてはちょっと作為的すぎないか、このパーティーは。結構表情豊かだな。かわいい。かわいすぎるこのスイーピー。私だってすんごい魔法で活躍して、魔法少女スイーピーの名を、ウマ娘としての名前を広めてくれ、頼む。ウルトラスーパーマスコット、アストンマーちゃんも忘れてないよ。大注目の舞台でラブリーさをアピール。今回この動画でマーちゃんの可愛さだけは伝えていきたい。覚えていてくれますね。は？大の大人を泣かせるな。33歳の男が泣くぞ。大声で。全員やる気は十分ってわけだな。みたいね。で、ん？スティールインラブがまだいないね。1、2、3、4。あと一人足りなくない？ん？わ。あ、いたんだ。うわ、すげえ。いたのかよ。ずっといたんだ、このさ、スイーピーの。いいね、この三白眼。とてもいいぞ。私も初
励みますね。精一杯、理性的に。いや、足かせってあんた。足かせってあんた。三冠馬でしょうが、一応。天才野良猫、服部忍丸も。なんすか、服部忍丸って。何を言ってるんですか、まーちゃん。お役立ち間違いなし、うん、何に使うんだろうな、その気配を消す力は。レースでつまり人間魔法の使い手ってことね。これは期待できそうだな。なんだこの個性が豊かすぎないか、このチーム。人間魔法というものは存じませんが、まあだってこんなね、ほわほわほわって可愛い感じだけど、5人でいくらぐらい障害獲得金。それじゃあ20億ぐらいあるんじゃないか。もっとあるか。この5人で一体いくら稼いでんだ。数十億だよな。ふざけてるけど。はちゃめちゃグランプリは5人でチームを組んで、うん、種目は大障害。ここら辺はまああれか、説明の焼き回しか。なんつうか、改めて聞くと、いや、ツッコミどころそこか。チーム戦だけど、ツッコミどころそこじゃねえだろ。明らかに馬娘がやるようなことじゃねえことに突っ込んでくれよ、頼むから。なんでドッジボールとバスケなんだよ。せめてなんかハードルとかさ、まあ、でもそれはあれか、障害レースか。おい、もう吹き荒れてるって。うちの天井ひっぺがされたよ、マーちゃん旋風で。皆様、目指すものがあるようですし。確かに協調性のかけらもないな、このチームは。一番協調性ないな、多分。結果的にはそれがチームの勝利につながるでしょうし。それで行くんだ。そのスタイルでご利用すんだ。まずはバスケやろうぜ。バスケか。ゴール高くね、ちょっと待ってくれ。ゴール10メーターぐらいなかった。しかも余裕でウォッカジャンプしなかったが10メーターぐらい。ウマ娘の脚力でバスケやったらこんなことになっちゃうんだ。あれぐらい必要なんだね、ウマ娘の身体能力なら。バスケットゴールの高さは。オリンピック見てたのかな。ウマリンピックとかもありそうだよね、この世界には。他に希望があったら受け付けるわよ。母ちゃんはバスケで OK です。かわいい、ピースピース。何でもいけてしまうのです。どうぞ、皆様の思うがままに。スティールインラブはわりかし自我を出さないタイプの子なんだな。でもなんか結構サポカのさ、イラストが結構なんかヤバめな雰囲気だったけど。練習とかめんどくさいんだけど。私は天才だし。こりゃ池添も手を焼くわけだ。本番、グランマが見に来てくれるって言ってたじゃない。どうせならすごいとこ見せてあげる。グランマも来んのか。天才魔法少女の成長した姿、グランマもすっごく楽しみにしてると思うわよ。うまいな、ダスカスイーピーの手綱の握り方が多分池添よりうまい。池添の代わりに乗ればダスカ。いいわよ、バスケでも何でもやってやろうじゃない。よっしゃ、じゃあみんなバスケでオッケーってことだな。オッケー、バスケバスケ。ノリノリだね。はい、やさすが馬娘。部屋を出るスピードが尋常じゃない。まあ、いろんな競技をやっていくわけだけど、今回トレーナーっていう概念はないんだな。何このファンファーレ。何バスケットダッシュステークス。いや、ステークスっていう名前ついてこのファンファーレ。バスケの側をかぶった競馬なのでは、実は。そうだよ、馬娘なんだから、バスケだ。まあやりながら覚えてください。競技に出馬する馬娘を選択してください。はい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 。3人1チームってこと？どれにしようか、ウォッカ。ウォッカ強っ。スティルインラブちょっと微妙だね。根性低めだ。マーチャはスプリンターなだけあって、ちょっとスタミナが低い。出馬する馬娘を選択してください。スイーピーはパワー高め。ダスカワガッツとか強くね、ウォッカ。クソードウォッカ強いんだけど。実況があるんだけど。よし。この競技に合わせてしっかり仕上げてきたようです。しっかり仕上げるな。レースしろ。落ち着いた様子です。アストンマーチャン。これなんか
やっぱ競馬なんじゃない？ないといった表情、この価格。やっぱ競馬だよ。バスケットコートで競馬するんだよ。じゃあバスケだ。タズナさんがボール、待って、始まった。待って。ちょっと、待って、これ、操作方法というか、どのボタンか、よし、取った。なるほど。で、シュートはどのボタンなんだ？ちょっと、やばい！やばい！くそ、わけわからん。操作ボタンが、そうだ。まあちゃん、マジかよ。ちょっと待って、これがジャンプね。よし、これがダッシュで、あ、こっちね。なるほど、反対側ね。で、シュートボタンはどれだろう。どれだ、これか。オッケー、よーし、オッケーオッケーオッケー、分かってきた分かってきた。スペシャブル来た、欲しいよ。で、回って、これスリーウト、スリースリー、ちょっとどうだ、くそ、もう一回。てかゴール2個ね、気のせい。よし、ゴール2個あるけど、よしよし、だんだんルール分かってきた、操作法分かってきた。いや、なんだなんだなんだ、何が起こってる、俺も分からん、俺も全然分からん。お、うまいで、まーちゃん、なんだその意外な才能は。いいよ、そう、俺もダンクして、で、ジャンプでかわして、で、シュート、ダンクしたい。どうやってダンクするんだ、なんだ、何、取られた。うわ、なんだそりゃ、わけわからん、わけわかんないけど、まあ、ウマ娘がやるバスケならこんなもんだろう。あ、なるほど、この上のゲージはスタミナね。ダンクしたいけど、よーし、オッケー。チャンスボールすげー、どうなるんだ、はい、かわして、あとは一人かわして、シュート、オッケーオッケーオッケー、だいぶやり方をつかんだわ。シュート、なんか種類あんのかなこれ。嘘だろ、この距離から、嘘だろ、さすがにね。よしよし、緑間かよお前は。で、ちゃんと近づいて、よいしょ。これ何、これ何、これ何、どういう、どういう物理法則、超えてる、人間の理解を超えてる。こっからシュートよ、入れ、よーし、お、勝った。超次元バスケなんだけど、何言ってんだ、しかも何言ってんだこいつ。頼むからターフの上を走ってくれ、バスケットコートはお前の居場所じゃねえ。お疲れ様、今日はここまでにしましょう。ゼロポイントのやつが仕切るな。全員スイーピーとスイルヒンラブやってないだろう。てかバスケって個人戦だっけ、集団戦、チーム戦じゃなかったか。スティールのあれ、何スティールのあれって。気配を殺して隙をつき、素早くボールを奪う。バスケ漫画みたいな。そのバスケ漫画って黒子のホニャララじゃないか。あれ、パニッシングドライブか、消えるシュートか。ああ、いるね、ちゃんといるんだね。ここに、この驚きが俺好きだわ。さすが牝馬三冠、バスケもうめえんだ。つまりどういうことなんだ。なんかおっとり系だね、スティールインラブ。まあ、とりあえずわけわかんないこと言わずに、おとなしく10連ガチャで出てくんねえかな。せめて突させてくれ、スティールインラブ。ああ、脳が溶けるんじゃ。まーちゃんも操作してえな。だいぶみんなやられたと思うよ。です、ね、あのマーチャのクソダンクにみんなギャップえぐられてると思うよ。マーチャはでも馬娘界のキー作品だから、ぜひやってほしい。マーチャは馬娘における屈指の泣かせキャラだからね。マーチャのことそのまま
られては忘れないよ。ずっとおまわすおまわす。皆様には皆様の武器がありますし、そちらを伸ばす形で、スティルインラブの技を真似るのは無理だよ。それぞれの個性を生かしていけ。私の場合は影が、どっかはね、横っ飛び、ダスカはでっかいはスカーレット、スイーピーは池添え、まーちゃんは辻移り。なんかあれだよね、スティルインラブとなんか話、今実装されたネオユニバースと全のロブロイでなんかストーリー絡みがあるらしいけど、あんま僕詳しくねえんだよな。行くな行くな行くな、頼むからターフに戻ってくれ。馬娘は走るために生まれたんじゃないのか。でも他のやつも操作したいね。なんかもらったよ、トレセンポイントとファンがもらえるんだ。で第2章ね、どんどんやっていこうぜ。ペアでも一番かっこよく。お、競馬してる、競走馬らしくしてるわ。負けるもんですか。ようやくレースが始まったよ。これもしかして馬娘って競馬のゲームなのか。やっぱ競い合うことでお互いに強くなっていくんだな。高める起爆剤なのですね。当時のライバルだからね、一着取って取られての名コンビだよ。綺麗です、バチバチキラキラ、素敵なライバルです。まーちゃんのストーリーでウオダスに勝つの結構きついからね。割と運ゲーなところもあるし、それだけ秀でたわけだよウオダスはな。ねえ、あんたは今度の大食いのモブ、モブウマ娘もちゃんと可愛い。私は、いや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 、大食いはどう考えてもあれだ、スペチャーのチームだろう。長のシンボリルドルフ先輩はじめ、無理だって絶対。あのチーム誰が一番食うんだろう。やっぱマックイーンかな。チームフリーチャーだって。エアグルーブのチーム誰が食うんだろう。統率とか関係ねえだろ大食いに。スペチャーたちのチーム。コスモスだろ、どう考えたってみんな同期で仲いいから。スペちゃんとグラスだろ、出揃ってるメンツの中で一番食うのは多分スペちゃんとグラスだし、ウォーダスのチームは誰が食うんだろうな。息が合ってるじゃん。けど大食いって普段より連携が重要らしい。いや連携より胃袋の容量じゃないかな。連携が重要なの？俺知らないけど。まあ普通に考えると喧嘩しないペアの方が有利だよね。ウォカたちは、まあな、確かにウオダスがあんま大食いしてるイメージないし、なんかダスカは偏食のイメージあるけど。難しい。あ、やばい、乗り気になってる。冗談じゃないわ。特訓だ。じゃあ証明してやろうじゃないの。え、大食いの模擬戦には私が出るから。大食いの模擬戦って何？絶対に譲れないわ。え、ダスカって大食いキャラだったか。大食いでも俺が優勝かも。なるほど。まあ往々にして強い馬娘は大食いだけど、なんかサーバーとイーターが必要だって言ってなんか説明にあった気がするけど、どっちが食うの。なんて負けず嫌いなんだ。そこに関しては意見が一致した。まあでもこの5人の中だったら一番食が太そう。まーちゃんにあのいっぱい物食べさせないでほしい。お前が一番キュンだ。おまキュン、おまキュン。じゃあ俺はあれだな、まーちゃんとそのキュンな人形を作る作業しよう。お前だけちょっとやってることが不気味なんだけど。世界線が JK ローリングなんだけど、スイーピーだけ。陰ながらではありますが、ってことは模擬戦。ってことはっていうか、まあ半ば無理やりだけど。いい、やるからには絶対取れるか。料理を運ぶサーバーと、運ばれてきた料理を食べる。はいはいはい。互いに相手の状況を把握しながら息を合わせて動かないと。そういうもんなのか。どっちが食う側なんだろう。始まった。あ、ウォッカが食うんだ。辛い料理もあるわね。
普段カッコつけてるけど。あら、辛いもの苦手だ。あらら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 、あら、よく見てらっしゃる。ちゃんと理解してらっしゃる。あれは前に美味しそうに食べてた。あら、ペースが、あらららら、あらららら、ら、てて、次はダスカが食ってる。いい感じで進んでるな。けど確か、やっぱ次の4期はウオダスだな。家って言われたっけ。いつもこのくらいのタイミングに水休憩。あら。ちょっと回ら。あら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 。出来たて料理を。やばい、相互理解がすごい。進む。ご飯が白い米が進むわ。お互い理解し合ってんな。4期はこの2人以外考えられん。考えられんわ。とまではいかないけど、結構スムーズに進められたわね。さすが。俺たちも伊達にずっと競い合ってないしな。うん、癖みたいなもんは。いいね。キャラの解像度高いよ。私の食べるペースもずっと安定してたし。俺も。いやでも苦手なもんがねえからどんどん食えたし。いやでもどんどん食えたとかそういう次元で勝てる相手なのか。さすが俺だな。全然息合ってないけど。優勝を狙うならさらに。そうだよ。うん、ちゃんと連携できて、ブラックホールみたいな胃袋を持たないと、スペちゃんとグラスには勝てないと思うけど。実力で一番になったんだって分かってもらわなきゃ。分かってるっての。レースと同じ、とことん練習あるのみだ。大食いの練習はいいから、レースの練習した方がいいんじゃないですかね。もうすぐ聞いた。勝てるわけがないんだ。勝てるわけがない。この二人に無理だよ。負ける、殺される、胃袋破裂するよ。絶対勝てるわけないけど、殺されるだけだよ。ウオダスが死んじゃう、胃袋死んじゃうって。こんな大和なでしこおしとやかみたいな雰囲気出しながら爆食い女だからな、グラス。遅れを取ることはありません。そうだね。どうしよう、どうやって勝つんだ。各自コンディションは安定しているよ。ここは勝てそう。あとは作戦通り。あんまり食うイメージなさそうだし。先輩のご指導のこと、うん、エアグルーブって食うのかな。この模擬戦チームフリージア、メジロッケで食うイメージがあるの、ラモーヌとかマックインぐらいなんだけど。有名精進さならば我々も負けてはいない。みんなで勝利を。大食いじゃなくてレースで勝負した方がいいじゃん。2人で何冠なの。2人で何冠、10冠ぐらい取ってる。会長も僕もついてる。僕らチームローズが優勝。いいね、ガキ衆がいいよ。どのチームも団結力が高い。1チームだけぶち抜いてるやついるし、なんなら親子だし。それ団結力高いだろう。だって親子だもの。なんだスカーレット、血がつながってるんだもの。いいねえ。まさか、むしろ誰にも負ける気しねえよ。本当か、その自信はどこから来るんだ。スペちゃんとグラスの食いざまを見て腰抜かすなよ。お、始まるよ。あら、え、ちょっと待って、ついにこれ、いやこれダービーって名前ついてるから、これレースだよ。来た、ファンファーレなってね。ダービーついてたらもうレース以外考えられない。ついに競馬だわ。確実に競馬、これは。大食いだわ。いただきます。どれを運べばいいんだ。やべ、待って、よし。いきなり水だ、やばい。よいしょ、よしよしよし。どう、ドーベル、ちょっとスペちゃんが強すぎる。おい、スペちゃん強すぎる。スペちゃんが強すぎる。なんだこれ。よしよしよし、いいぞいいぞ、上がってきた。おい、つくそ、強い。ちょっとこれ押し、よし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 、いいぞ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 、よーら、トップキャダッシュ、こういうも発動。よいしょ、この忍者押し、忍者押し、忍者押し、よし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 、いいぞ。
いいぞいいぞ、スピードスピードめっちゃ速い。おら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 、早く食え、出すか、早く早く早く、ほら、なんだ、何が起きた、うわー、よいしょよいしょ、よし、いいぞ、出すかのペースが上がってきた、よし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 よいしょ、ダッシュ使ってよし、いいぞ、わからん、勝ってるか、おい、スペちゃんが強い、スペちゃんが強い、スペちゃんがどうなった、危ねえ強かった、スペちゃん、グラスアンダーコンビ、危ねえ、よく食えたな、全然ルールわかんなかったけど、これでよかったのか、かわいい涙目の帝王。私たちのチームも食べることには自信があったんですけど、チームワーク、ユカさんとスカーレットさん息ぴったりでしたよね。というより相手の動きを先読みしていたみたい、手当たり次第に拾っておいただけだったけど、これでも確かにあれだな、オンライン対戦で対人した方がおもろいな。嫌ってほどよく知ってるんで、あら、ペースも何もかも、あら、何か自然に頭の中に叩き込まれてたんですよ、ね、あら、じゃあ行こうか、第三章、いよいよスイーピーの出番と見たよ、魔法少女とマスコット、お、盛り上がってんだ、あ、どうした、これはどういう、どうした、ダダこねてぶたれて、いけぞえか、いけぞえか、いけぞえだ、そりゃあ模擬戦出てないからじゃない、そうなのか、露出が少ないからじゃないか、声かけられること増えたぜ、私もリリーのみんな頑張って、この二人は花があるっていうか、まあ、やっぱ目立ちたがり屋だしな、上がっているようですね、まだ出番が少ないんだって、チームはいいの、かわいい、このスイーピーかわいすぎる、見てるよちゃんとね、すごいな、ドット絵だけど表情豊かで見てて可愛いな、魔法開発してる暇があったらなんかもっとやった方がいい、ロビー活動とか、そうだね、まーちゃんも今度は使ってやりたいな、俺の中で主役だよまーちゃんは、なるほど、スイーピーとマーチャの話なのか今回は、お、いいコンビだ、スイーピーもマーチャも隠れファンめっちゃいるからね、ウマ娘の中でも、すでに爆発してるよ人気が、かわいい、スイーピー時代の幕開けだ、新時代だ、お二人とも、スティルインラブは最後かなやっぱりさて、魔法をやめろ、魔法はやめろ、残ってんのはドッジボールと、はい、なんだ、障害レースか、魔法少女のマスコットについて勉強したいです、まあ勝手にしてくれって感じ、もうえらい、でも完璧なプロモーション、ちゃんと考えてんだな、まーちゃんも、ただただ辻移りしてるわけじゃないんだ、じゃあいいもの見せてあげる、なんだいいもの、おじさんにも見せてくれるかい、あら、スイーピーの秘伝のだよ、ジャポニカ学習教えてもらった魔法を記してあるな、これジャポニカじゃないそれ、スカイマの話はグランマたち魔女はいろんな使い魔、池添のことか、人間を刺激してたのって話、とてもラブリーな絵ですね、あ、よかった、リコさん、動物か、コウモリさん、いろんなね、いそうだな、
ちゃんと。いろんな使い魔がいたんだろうな。人気者。いいですね。とても良いことです。使い魔の凄さはそれだけじゃないわ。薬草や魔法の材料を取りに行くときの頼もしいパートナーなのよ。それは俗に言うパシリでは。最後の時には寄り添い合って怖い獣。力を合わせる。ウマ娘の旅力なら力を合わせるより殴った方が早そうだけど。何でも乗り越えられたって言ってたな。ふむ。魔法少女と使い魔はウィンウィンの。そういうことはあんまり言わない方がいいと思うよ、マーチャ。あんまり。ちょっと違うみたいで、ね、そうだよ、ちゃんと信頼関係で繋がってるんだ。プリキュアとね、そのマスコットキャラクターと同じように持ちつ持たれつよ。なるほど、相棒では。でもこの二人の絡みって結構珍しいよね。世代的に、まあでも一緒ぐらいかな。なに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 、なんだなんだなんだ、見せておくれ。うわっ、わあ、マージャにもあったんだ。一度拍手。より人気の高い。うわ、勉強家だ、努力家なんだ、偉いな。賢さ1300ぐらいありそう。乾燥したそう。馬娘は走るための存在じゃないのか。過去2回目。まあ、アイドルですからね、馬娘という側面も持ちつつ、競走馬という側面も持ちつつ、アイドルだから、彼女たちは。強い気持ちとたゆまぬ努力が大事って。そうだね、ちょっと方向性がめちゃくちゃだけどね。やっぱりあんた、スイーピーの相棒にふさわしいわね。光栄です。意外と気が合うんだ。いっぱい人気になれますね。もう人気だよ、ちゃんと。もちろん私たちの力、みんなに見せつけてやれ。世界に知らしめてやれ。何やるんだろう。ってことで、ドッジボールか。出てきなさい。各チームから集まって。なんだ、ライバルが召喚される。今日の模擬戦は生配信だと。大丈夫か。活躍したら大人気。おい、やばいって、飛んじゃうよ、スパチャが。おい、なんて個性の強いメンバーなんだ。生配信向けだけど。乗っ取られるぞ、ゴルシに生配信が。うるさすぎる。おいおいおい、なんでこんなキャラ強いやつ集めたんだ。バスケなの？ドッジボールじゃねえの？続いて二人目。あれは誰だ？福来たるだね。バスケ大丈夫か？なんか水晶玉やらそうじゃない？気合入りすぎてる。気合が入りすぎてないか、福来たる。どうすんのこれ？キャラの圧に負けちゃうんだけど。強すぎちゃうよ、飲み込まれる。塗りつぶされるよ、ゴルシーロに。頑張れ。この3人を超えることができたら相当だよ。ね、視聴回数も爆上がりよ。大バズ大バズ。いや、お前自分の自己紹介がまだじゃん。またバスケなんだ。よいしょ。これ使って敵を混乱させてゴルシが強いでシュートと。あー、よくわからん。もうこれはバスケでもなんでもない。よし、かわいい。ただマーチャー何もしてないけど、まあ個性とバスケの強さは関係ないからな。なるほど、応援していたわけか。完璧な相棒
確かにマーチャの応援がなければ勝利は危うかったね。元から釘付けだっちゅうの。俺の色彩にはマーチャしか映ってないから、網膜に焼き付いてるから。わ、魔法かけられちまったな。噂を広めなきゃいけない魔法かけられちまったよ。いいコンビだな。なんかウオダスと同じぐらいいいコンビじゃん、スイーピーとマーチャー。わ、相棒呼び、いいね。ああ、これ人気出ちゃうわ。ああ大人気だ、オーディエンス大沸き。あ、で第4章はスティルな話なんだ。ついに出てくるわけね、スティルアシークレット。ライバルとの対決を経て、スイーピーの魔力はますます高まったわね。魔力とは？まーちゃんもたくさん声をかけられるようになりました。いいね、これはよかったよかった。いいです、相当いいよ。熱いうちに、おお、ちゃんとしてんな。この勢いが落ち着く前に、まーちゃんマジでセルフプロデュースがうまい。そうだね、とっとと人気のあるうちにね、次に次に手を打っていかないと。なら、ちょうどよかったわ。これから新しい魔法少女を勧誘しようと思ってた。そんなにトレセン学園には魔法少女いるんすか？スティルのとこ。スティル、魔法少女なんか？お、やってるやってる。来たよ、スティル。走ったらいいのに。なんか走れない理由でもあんの？次から混ぜてもらえば。スリープさん、思う存分走ったらいいじゃないか。はい、どうも。二人に声をかけづらいので、並走でも何でもした方がいい。まあちゃんたちがご一緒しますよ。優しいな、まあちゃん。スイーピーは魔力が溢れているな。本気の力でお相手してあげる。本気の力。まあこんなふざけた格好してるけど、宝塚買ってるし、かたやスプリントね、買ってるし、スプリント、生粋のスプリンターだし、今のスティルのあのとろけそうな声で出たわ、脳みそが鼻水にとなって。理性的に、良識的に、高ぶり。なんだろう、なんでこんな自我を抑えてるんだろう。保って走りましょう。スティルの本来の走りを自我が縛ってるって感じなのかな。おお、馬娘になったよ。来た来た来た。急に馬娘始まったよ。なんて前傾姿勢だ。すげえな、馬娘らしい顔してるわ。スイーピーもマーチャも。お前も来いよスティル。来たよ。来た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 。おお、なぜ？なぜそこまで自分を抑えつけるんだ？お、なんだこれ。ジュニアクラブの子、昔の話か。悲しい加工パート始まったよ。明日からこの時間には来られなくなっちゃって。他のことを走ってもらっても。並走拒否させられてる。あれか、強すぎて。並走相手をぶっちぎっちゃって自信喪失させちゃったみたいな。そりゃそうだよな、牝馬三冠だもんな。この景色はあれかな、スティル目線なのかな。なぜ本気を出さない？うん、こっちが思いっきり走ってるんだから。そうだよ、思いっきり走りなよ。スイープさん、いえ、私は決してそのようなことは。嘘つけ。これが私の精一杯なので。それは嘘だよ。何言ってんのよ。いかにも物足りなさそうだ。あら、ギラギラした目しといて。鋭いスイーピー、よく見てる。秘めたる魔力隠しきれてないわよ。秘めたる魔力は意味不明だけど。お見通しなんだから。お見通し。スイーピーって確かお見通し持ってるようなスキル。そんな、ごめんなさい。原作再現されてる。なんてはしたない。
おまはし。おまはし。邪念を払ってきます。行くな行くな。ちょっと。魔法少女になって役立てなさいって。スイーパーちょっと何言ってるかわからないからな。どうやら。そうだね、魔法少女。まあ、魔法少女になってもらうっていうのも意味不明だけど。全力で走りたいのに。走らない。いえ。走れないだろうね。のでしょうか。何かトラウマがあるのか。ってことで。うわあ、来たちゃん。毎回逃げられちゃうのよね。そうだよな、スイービーと仲いいもんな、来たちゃんは。ちゃんといるんだ。何ですか、お助け北さん相談室って。何ですかそれ。解決しなさそうな相談室だな。ことがより複雑になりそう。私は体内の魔力がスティルを蝕んでいると思うの。どういうことなんだ。辛い状況が続けばスティルさんにとっても。そうだよね、体に毒だよな、我慢は。影響が出てくるのではとまーちゃんは思います。うん、優しいな、やっぱまーちゃんは。思いっきり走るのが良さそうですけど。そうはぐらかされちゃうんですよね。お、ひらめいたよ、きたちゃんが。ろくでもないことを両親に訴えかける。すごいえぐいこと言ってない。ですか。あー、ここで大障害をやるわけか。なるほど。なるほどね。チームメンバーの一員として練習には参加しないとね、みたいな。意外と小賢しい作戦だな。スティルさんも訴えかけてるわ。スティルの性格なら参加してくれるはずだもんな。お、いいね。え、でもキタちゃんはどのチームにも所属してなかったよね。あ、なんかちょっとセクシーだぞ。え、なんかちょっと卑猥。なんだ、スティルインラブの私。やらしい雰囲気になってきた。ちょ、逃がすな。ナイス。ダメ。いいぞ。もっと全力でぶつかり合うわよ。いいよ。囲め囲め。埋めろ外堀を。何度でもコンクリ流し込め外堀に。私もスティルさんの走りからもっと競いたいって思う。さらけ出せよスティル。どんなスティルでも受け止めてくれるよ、こいつらなら。耐えなければ。お？こんなにも強く見せてくれ。お前の本性を。闇スティルを。もう一つの人格出てくる。秘めたる魔力を解き放ちなさい。来るぞ。スイーピーたちが全力で受け止めてあげるわ。どうなっちゃうんだ。三人ともなんて瞳で私を見るの。もう逃げられないぞ。眩しくて来る。来た。しまいたい。出た、覚醒。え、そして始まる。来るぞ。大障害です。これは競馬だよ。これは競馬です。ついに来るぜ、ウマ娘らしいことが。これはもう間違いないよ。本領発揮といきましょうや。いいぞ、めちゃめちゃウマ娘らしい。ようやく本領発揮できそうだね。あ、すごい邪悪になっちゃってる、スティルが。スイープ闘争、気合が乗っています。気合を入れて競技に臨みます。どれくらいの距離なんだろう。比較的北さん以外割と短い距離が得意な子たちが揃ってるけど、レースを制し勝利を掴むのは一体誰なのか。楽しみだね。負けないよ。まずは地固めコンセントレーション。よいしょ。なるほど、これ定達を取りに行かないといけない。行かなきゃいけないのね。オーケー、いいよ。待って、重なりすぎ。ちょっとスティールがどこ走ってるか分かんなくなる。いいよ、定達はコインみたいなもの打っちゃうね。
オッケー、いいペースだ。走るな、プールサイドをてかプールの中を。めちゃくちゃだぜ。いいよ、順調。いいよ、やべ、スタミナなくなっちゃった。まずいか。なるほど、ダッシュしすぎても良くないんだね。ジャンプは確実に超えていこう。で、低打欲しいから上に行くと。よしよしよし、いいよ、いいペース。やべ、よし。なるほど、1位で通過するとポイントもらえるんだね、多めに。いいよ、まずスキルでぶち抜いていく。アスファルトは走りにくいとか、プールの方が走りづらいわ。勢いよくジャンプしたじゃないだろう。民家に突っ込んだぞ。いいのか、ウマ娘ならいいのか、民家に突っ込んでも。やべ、ちょっとスタミナの使い方がむずいな。まずい、登れるか。いけ、よし。いいよ。だいぶ来たね。戻ってきた。なんだこれ。いいよ、よし、スキル使って。やばい、キタちゃんが早い。逃げ切られる。画量転生出される。よいしょ、スタミナ回復して。虹は欲しいよ。いや、虹欲しい。スタミナがない、スタミナが。いやー、最悪、まずいか。スタミナの使いどころがまずい。ちょっと、わからん。ちょっと、よ、ぶち抜け。よし。いけ。そのままいけ。捨てる。逃げ切れ。ちょっと、マーチャーが来てる。逃げ切れるか。スタミナがない。やっぱスタミナがない。でも大丈夫。3馬身以上差がある。このままいけ。ゴールをつかめ。戦闘の景色。教室ぶっ壊すのはいいの？後で怒られない？エアグルーブリー。やべ、まずい。おい、最悪、スピードが、スキル使って。うわー、最悪。どうなった？どうなる？頑張れ、スティル頑張れ。やばい、めっちゃいい勝負だ。スティル、どうだ？いったでしょ。いった。鼻差で勝ったんじゃないか。負けたんだけど。マジかよ。負けるとかあんの？どうだ？頼む。頑張れ、スティル。どうだ？いったか。これはいっただろう。これはさすがに、スティルの勝ちじゃないか。よし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 。勝てた。危ねえ。超えた。結構難しかったわ。お？いいキャラしてるじゃないか。なるほど、こういうトリッキーなキャラだったのか。なるほど。申し訳ありません。私ったら、はしたないです。おまはし、なんだおまはしって。なんていうか、魔力ムンムンなのか、魔力。まあ確かに秘めたる力ではあるだろうけど、存在感やばすぎだろう。往来でこんなことになったら警察だとだよ。ねえ、目立つことは間違いない。なるほど、これがスティル・イン・ラブの真の姿だったってわけか。なるほど、で、あのサポカの絵につながるわけか。うん、このメンツ相手だもん。本気でやらないとね、やっぱり。迷惑なんかじゃないよね。そうやっぱね、レースでね、ガチンコバトルすることが大事だし。魔法少女はちょっとダメかな、あのキャラで。すんごい力であることは間違いないよ。
あら、おっしゃる力があるとしてもきっとそんなことないのに。みんな浅ましいよ。魔法少女とか言ってるやつもいるんだぜ。だから そんな気にする必要ないのに。失礼いたします。ちょっと、ああ、逃げちゃった。まだ本性を出しきれない、晒しきれないのか。まあやってしまう、まあまあやってしまったことは間違いないな。なんて節だらな。節だらだわ。だがその節だら嫌いじゃないぜ。己を律さなければ。うん、なかったね、確かにこういう最高チックなキャラクターは。あ、それはようござんしたわ。一番障害レースがおもろいな。で、1人2人3人5人ん4人目が飛んだよ。お、号外。何の号外？あら、テンション上がってるマーチも可愛いな。一部もらってきましたよ。まあ、結構活躍してるからね。はちゃめちゃグランプリの注目チーム特集。本当だわ。こんなに大きい。あら。どうしましたか。どうしちゃったの。何何。競ってもよし、協力してもよし。どういうこと。あ。魚出すしか取り沙汰されてないってことか。注目、あの二人しか注目されてないってこと。大食いの模擬戦についてのインタビューまで。あらららららら、負けてないよ、こっちの三人も。スカーレットのことしか書いてないの。うん、怒っていい、怒っていい。ゆゆしき事態です。やっべ、マーちゃんたちが。うわ、それはまずい。マーチャが忘れ去られるのが一番まずい。あー、しょげてる、かわいそう。ウォッカもスカーレットも言ってくれます。スターだもんな、超スーパーウマ娘だから。あの二人、大雪の場で勝負したのはウォッカさんたちだけです。まあまあしょうがないといえばしょうがないけど、てかさりげなくマーチャ、お二人もきっとウォッカとダスカは呼び捨てなのがいいよな。うん、新入り魔法少女の。こっからこっから結局新入り魔法少女になったの。魔法少女、魔法少女になっちゃったんだ。ししスティルインラブ、私のことでしょうか。成り行きでなっちゃったんだ。スティルさんの指摘も一理あります。そうだよね、まだ模擬戦してないもんね。まーちゃんたち公式の試合ではまだ目立っていません。ドッジボールだけまだやってないよね。やろうよ。決してスカーレットとウォッカに負けてはいないだろうね。マーチャは特にこの二人にはライバル意識燃やしてるからね。証明しなければなりません。大岡で負けて、阪神で負けて。いるのだと。そうだね、証明しないと。私も微力ながらお手伝いいたします。え、また変身する。スティル、あんたなんで落ち着いてるのよ。暇じゃないの。この列海用のぐるぐるパンチ状態のスイーピーめちゃめちゃ可愛いんだけど。認められたいとかないわけ。あるでしょう。いえ、あれは至らない。覇気がないな、覇気が。過ちと言いますか。これででも牝馬三冠だもんな。お忘れください。記憶の彼方に放って。無理。こびりついてる。円髄に。円髄の奥の奥まで。いいよ、これぐらい無理やりね、連れ回した、引っ張りました方がスティルにはいいだろうね。そっか、じゃあどうする。スカーレット、皆さんにもより深く。やっぱ本番で大活躍するとか。まーちゃんを刻みつけてもらうには直接勝負するべきです。二人を上回るくらいじゃないと。ウオダスと戦うってこと。それいいわね。浮かれてるあいつらのことをギャフンと。え、内紛ってこと。もしやチーム内で内戦勃発するの。なのでしょうか。そりゃそうでしょう。もちろんです。たくさん人を集めてみんなの
チーム内でクソほど揉めてるって前評判クソほど下がるんじゃないか。まーちゃんたちもいます。そうだね、でもそれは知らしめなきゃいけない、教えてやらないと。なんで勝負するんだ。勝負をしましょう。始まる。まーちゃんたちの観客席めちゃめちゃ盛り上がってる。ウォッカとスカーレットに負けないくらい強いですから。うん、ちゃんと覚えておいてくださいね。まーちゃんもいるんだってことを。どうしたの。チームリリーどうする。これあれじゃない、ドッジボールだな。ウォッカ、スカーレットと残りの3人が戦うらしいよ。でも2対3残りの3人残りの3人怒ってる。今はそれドット絵なのに喜怒哀楽の表情がよく表現できてる。まーちゃん色に変わりますから。なんて前向きなんだ。走る競技ではないのが幸いですが、ま、走る競技以外でもああなっちゃうことあんのかな。スティルは怖いな、あんな迫力ある状態でボール投げられたらちびるだろうし。やろうじゃないか。でも2対3人数有利だけどいいのか。ドッジボールでこの人数差は結構大きな差だと思うけど。きた。いや待って、ドッジボールかと思って、あ競馬だわ。だってファンファーレなってチャンピオンシップだもん。多分これ競馬ですね。ついに来たわ。あードッジボールって書いてある。スタートです。ん、どういう風にやるんだ。ドッジボール、ラウンド1の開始です。赤コーナーに必殺シュートを放った。ウォッカ勢いよくボールを投げました。活目せよ活目せよ。よしよし倒した。くらえ、おら取られた。これさ、いいよ。おらしゃおら空中殺法、空中殺法。なんだこれ。終わった、勝った。強敵を打ち破り、馬ドッチチャンピオンの座をつかみました。どんなに狙っても、まーちゃんが受けるのは視線だけなので。強。空気が変わりました。そりゃ変わるだろ。あんな一方的な虐殺見せられたら。まーちゃんもいます。そうだね。ウを出すだけじゃない。アストンマーちゃんもいるんだ。刻め心に。それこそ勝負で証明なんてしなくても。マーちゃんが強いことなんか。出すか。それこそとっくの昔に知ってるしな。私とウォッカ。中に入れる。強くて存在感のある馬娘。どうしよう。マーちゃんくらいよ。すげえ嬉しい。今までもこれからもライバルでしょ。私たち。うお、出すえ。ちょっと待って。そうだったのか。ウォッカとスカーレットとマーちゃん。何このちゃんと泣かせるセリフ回し。はちゃめちゃ大感謝祭のくせに。そういうことだったのか。よちょっとやだ。本編並みにあちいじゃねえかよ。楽しそうに集まってただろ。どうせならこっちも混ぜろってなあ。一緒に何かできる機会って。やっぱこのチームは最高だ。ただし周りに迷惑かけない程度に。誰だ周りに迷惑かけると思われてるやつ。どこの魔法少女だ。そうだよ、ぜひ弟子にならせてくれ。スイープたちが強いのは事実だもの。そうだな、ウマ娘に弱い子は一人もいない。すべてウマ娘に出てくる子はすべて強い子。控えめに見えて的確に攻めるプレイには手を焼いたわ。だな。
スティール出てたんだ。影が薄すぎて。よかった、まとまったな。固まるですね、地固まる、地固め、盤石、緑スキル3つ。お、なんか人形作ってるよみんな。まーちゃんたちはほんの少し変わりました。仲良くなったのかな。魔法少女とマスコットから、チームリリーに箱を。なるほど、リリーというチーム全員で人気出そうみたいな、そういう方向になったんだ。みんなで頑張って取ったんだろうな、クレーンゲームで。みんなの勝負服を着た。手作り？母ちゃん人形、リリー。器用すぎんだろう。ウォッカだけなんかちょっと端っこであれだけど、まあ、不器用そうだから下手くそだよなきっとウォッカって。いいところに目をつけたわね。で、スイープさんは褒めてくれました。スイーピーはやっぱいるとムードが良くなるよな。作った衣装はちょっとボロボロだったのでウォッカらしいな。スカーレットが直していました。スカーレット、いいなこのウオダスコンビは。今日からはかわいい、あの人形一つくれよ。いや全部くれ。本番が近い。ああ、模擬戦ですか。勝負です。さてさて、まーちゃんたちは勝つことができるでしょうか。いよいよ模擬戦だけど始まるね。一人浸られているまーちゃんさんですが、はず、私もここにいるのですよね。完全に見られてるじゃん。声かけてくれよ。そっと立ち去るといたしましょう。立ち去るな。声かけろ。なんでいたんだあいつ。チームリリーは現在、なんだ。一番の注目株だと存じております。そうなんだ。ですが、本番で優勝すれば親戚チームが。私たちですわ。日頃お互い二期活躍組。目白の馬娘として恥じぬ功績を残すためにも必ずや。栄光をこの手に掴んでみせましょう。いい勝負しよう、マックイン。私たちも同じよ。これが長距離だったらフルボッコだけど。あ？敵の帝王様に勝てるから。なんだこのガキャ。おい、帝王てめえ来い。安田記念で相手だ。東京左回りで勝負だ。安田記念1600に出てこい。なあ、出てこい帝王。おい、安田記念でひねり潰してやるからよ。そこで白黒つけようぜ。急に馬娘らしいこと始めたんだけど。不退転の精神で鍛錬を積んでまいりました。お前のその無限の胃袋で鍛錬積まないでくれグラス。これは絶対勝てないからもう負け戦だ。本当かブライト。マジかドーベル。ご指導いただいたエアグルーヴ。大食いにご指導いただくもクソもないと思うけど。目下の目標はグラスとスペだな。魔法少女コンビの連携見せてあげる。連携でどうにかなればいいんだけど。スティールもノリノリ。始まるんだ模擬戦が。あ、模擬戦はカットなのね。どうだったんだろう。明日か。うん。ああ、対戦相手を選ぶみたいな感じか。やっぱローズが一番総合力高いんだ。けど、私は。ん？何？どうしました？まーちゃんの顔に。かわいいがついてるっつーの。なるほどな。けどスコダベ、戦いたい相手がいるんだろ。スコダベや、まーちゃん。私は今他のチームの子たちよりもまーちゃんたちチームメイトと戦いたい。またこいつら内紛するの。すぐこいつら内戦するじゃん。一緒に戦ってきた頼りになる仲間だけど、それだけじゃない、うん、私にとってみんなは強力なライバルにもなった。なるほど。チームメイトとしてみんなを近くで見てきたからこそ、その強さをよく知ってる。だからこそ、だからこそ一番勝ちたくて一番力を高め合える。あー、それは結構独特だね。
前のどっち珍しい展開。燃えたもんな。まーちゃんの底力も改めて思い知ったし。あのまーちゃんの一方的な処刑ね。あれドッジボールって言うんだ。処刑だと思ったよ。あの試合でぐーんと成長できました。うん。まさに。いいライバルだ。ライバル同士力を磨き合うのか。まーちゃんは賛成です。お、え、じゃあ。ウォッカも賛成。味方同士でやり合うのか。まあな。最強の5人で磨き合えば最高の結果になるに違いねえし。いいな。でも長距離だけ弱くね、このチーム。素晴らしいお考え。まあ、ダスカがあれか、有馬記念勝ってるか。スティールも見せてくれ。絡みつく競争心。いいぞ。もし情熱の炎を灯す先がかーターフであったら。ターフじゃねえんだよな。ターフじゃないんだよな。理性的、良識的にフラッチな考えは捨てられてる。あれかな、本番で覚醒するのかな、スティールはまた。怒られるとか思ったの？むしろ受けて立ってやるわよ。いいよ。チームの中でも特にスイーピーがすごいんだってこと。証明して言うじゃねえかよ。そっか、ありがとう。よーし、じゃ早速練習だ。バスケ。これ今流れてるBGM なんだか覚えのある展開ですね。これなんだっけ、ラーク、ラークだっけ。 BGM これなんだっけな。これあれだよな、アプリの曲だよな。うわー、ちょっと名前出てこねえ。メロディーわかんのに。遠慮は無用よ。いいじゃん。ですってよ。あっちいい展開だ。魔力を解き放ちなさい。いいね。てか普通にあれか、ウマ娘のオープニングか。私は善処いたします。いいぞ、この5人が最強だ。何すんのまたバスケですか。さあ来たよ、最終章。花盛りのリリーたち。4つの競技の本番はさすがに操作しなきゃいけないよね。練習してきたから大丈夫でしょうけど。うん。バスケだけめちゃめちゃやらされたけど。不安だとか言わないよな。まさか。私なら。ちょ、ドッジボールと障害層の練習が足りてない気がするけど。やったるで。お。北ちゃんもいる。よし。北さん。手伝ってくれんのか。母ちゃん人形。リリーバージョンのこと。うん、何、よろしくでどういうこと？この子たちと一緒に応援して。ああ、応援するってことね。部室で見張っとけっていうのかと思った。ね、すごい可愛い。大変じゃなかったですか？大変だろう。今回は一人ではなかったので。そっか。頼もしいわ。これは世界展開。目指せる目指せる。宇宙まで行こう。銀河銀河。おお、すっかり仲良くなってるわ。太平洋です。どういう意味ですか？チームの誰にも負けません。広くて深いってことですか？あれ、他の皆さんはまだ来ていないんですね。来てないね。ボッカとスカーレットは日直の仕事の後に、うん、日直現地集合デリオバラバラじゃねえかなあ、本番なのに。なんてまとまりのない奴らなんだ。あ、いるのね、いつもの。いつものだ。いたんですか？はい。いたんだよ、北さん。チームリリーでの日々が今日で終わると思うと名残惜しいです。終わったとしても俺たちリリーだよ。燃え上がる情念もあるというもの。うん。そろそろ会場に向かい。見せてくれよな、本番では。スティル、お前の真の力を。おお、なぜかターフに集合している。全力出していこうぜ。よっしゃ。チームとしても個人としても最強の一番。さすがに模擬戦より難しいだろうから、気張っていかないと。俺のもんだぞ。最高にかっけえ活躍して観客を沸かせてやるぜ。いいね。全然まとまってない。注目されるのは天才魔法少女スイーピーに決まってるわ。なんてまとまりがないんだ。でこのまとまりのなさこそがこのチームリリーの
最大の武器なのかもしれない。私は理性的に良識的に、いいね、おのおの目標があって、皆様とプレイができましたらと。それぞれ掲げる目標があるんですね。ガガ強すぎる全員。バラバラだけど優勝したい気持ちは、そうだな、勝ちたいという気持ちは一緒だから、安心してみてて。安心はできねえけど、ものの見事方向性違うからな。方向性の違いで解散どころじゃないぞ、爆散するわ。最強の魔法を編み出してきたんだから。最強の魔法、まさかアバダゲダブラじゃないよな。ああ、びっくりしてよかった、普通の呪文だ。全員でやるの、ほらみんな演習するわよ。いや俺ちょっと思い出したわ、キタちゃんも。いいな、やろうぜ。何も考えてないじゃん、ウォッカちょっとじゃねえだろ、だいぶ恥ずかしいだろうが。ガーベラコデマリ陣長芸、何それ。相当生温かいわね。相当生温かいよ。ぬりーな、力が溢れてきたでしょ。抜けた気がするけど、まあまあまあ、まあ、それでモチベーションが上がるのであればいいです。便利だな、マスコット力。盛り上がってきたな。うん、はちゃめちゃグランプリを制すのは俺らだ。障害競争が意外と難しいから気張らないと。私観客席から目いっぱい応援する。よし、大丈夫、突然おかしくなっちゃったのか、キタちゃん。お、まずはバスケか。散々やったからね、バスケは。見せてやりますよ。出馬する馬娘を選択してください。いやー、どうしよっかな。一番いいのはスティルインラブか。まだ多分それ4つ競技があるはずだから、まあ一番適性が高いスティルインラブから行くか。今年も始まりました、ファン大感謝祭。今年もなんだ。素晴らしい仕上がりを見せています、スティルインラブ。これは期待できそうです。任せろ、やる気は十分。スペシャルウィーク、あの応援団馬娘かわいい。てかゴルシーない、競技にぴったりの馬娘でしょう。待って、カメラマン仕上がりも素晴らしいですね。カメラマンゴルシーでは絶大な人気を誇ります。シンボリルドルフ、その実力は競技でも見られるのか。見せてやろう。まもなく試合開始となります。どの馬娘も真剣な表情です。ダンク決めるぞ、ダンク。ボールが投げられました。まずは1点取ろう。勢いづけるのは誰だ。飛ぶぞ、ホット。スティルインラブ、ボールを持ちました。きつい。スティルインラブ、ボールを持ちました。よいしょ、まずは20ポイント。ボールが飛ぶぞ、誰がゴールに入れるのか。スティルインラブ、ボールを取った。飛ぶぞ、よいしょ、いいよ、順調順調。そろそろダンク狙いくか。いいね。よし、スペちゃんよこせ。ここでダンクするとか無理か。ダンクってどうやるんだろう。相手の外したリバウンドを使う感じなのかな。ジャンプ、くそ、返せスペちゃん。よいしょ、よし、おい楽勝。ダンクして、ダンク、ふっ、よいしょー、ダンクじゃないの、くそー。まで一気に近づいて、きた、ダーンク、決まった、ついに。よーし、
圧倒的な勝利。なら競技に一回出ると対象があるからちゃんだ。じゃあドッジボールはまーちゃんでいこうか。引き続きまーちゃんでいこう。体育館にもたくさんのファンが集まっています。マーチャ人形がある。待って、マーチャ人形が、マーチャ大王がいる後ろに。マーチャ大王がいるんだけど、辻映ってる。ちょっと辻映ってますけど、負けるわけにはいかないな。じゃあやばすぎるゴールドシップが、カジキマグロ投げてくるぞ多分。最高のパフォーマンスを発揮することでしょう。スイーピーも見てる。あ、そうか、お人形が見てんのか。クソ、これどうやって取るんだ。あ、待って、集中狙いされてない。マーチャがクソ最悪すぎる。おらおら、クソ取られた。クソ、どうやって取るんだ。おい、クソ、超狙われてる、超狙われてる、超狙われてる。お前ふざけんな、全員に狙われてる。クソ、おいふざけんな、なんだこれ。おい、どう、まーちゃん。おい、まーちゃん、どうやって取るんだ、弾を。操作方法がわからねえ。操作方法がわからねえよ。くっそ、まーちゃん、くそ、ほんとボコられた。飛ばすか。もうめちゃめちゃボコられたんだけど、最悪。全員から狙われたもんだって。くっそ、もうまだあるよな、まだな、まだもう1ラウンドあるでしょ。3ラウンドあるもんな。よし、負けねえよ。待って、これさ、あれだ、離れた。くっそ、まずい。くっそ、よし、オッケー。で、ほら、これとにかく離れた方がいい。で、よっ、ほら、し、で、避けた方がいい、避けた方が。なるべく狙われないことが大事。いいぞ、いいぞ、いいぞ。俺はちょっと、俺は関係ない。おぶれ、おい、マジかよ。2人に狙われるのマジできつい。おい、くそ、狙われすぎだって。くそ、弾がいる。な、おい、ちょっと、弾が来ねえ、弾が。うお、ほぶれ、うわ、待って、これ取りたい。くそ、くそ、弾がこっちに来ない。よし、来た。よし、これ欲しい。おら、で、こいつは、で、おら、もう全員クソ、うー、なんだそれ。クソ、よし、うわー、クソ、まずい。これかわせ、これかわせ、これかわせ、これかわして、クソ、ちょっとずるくね。おい、タズラさん、くっ、黙れ。よし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 、まずはね、まずは勝つことが大事。最後ね、まあ、20点差。おい、どうやって必殺技。ボロ欲しい、ボロ欲しい、絶対ボロ欲しい、絶対ボロ欲しい、絶対欲しい。まずはエルちゃん、
おら、すごいボールがたまに来る。まずい、うわ、ポイント落としちゃった。これ押したい。よいしょ、やばいやばいやばい、あれには投げちゃいけないんだ。待って、欲しい欲しい、くそ、欲しい欲しい欲しい。待って、待ちかね服来たらが1位だから今で、こういうのはちゃんと離れる。よし、くっそで、服来たらが強すぎる。おい、服来たら強すぎる。おい、服来たらやってるだろお前。おい、服来たらがこれマジでやってる。おい、服来たらこれちゃう、おい、しおら来たら宿りすぎだろ、ずるすぎる、強すぎる。服来たらが、服来たらが強すぎる、強すぎるだろ。服来たら、うざげんなよ、超強えんだけど、服来たる。ずるいだろう、ずっと盛り上がっております。服来たるのターンだったじゃん。ファン大感謝祭、現在2つの競技が終了して折り返し地点、残ここまでの順位を確認。第4位はこちらのチームです。ここからの巻き返しに期待です。第3位はこちらのチームです。くそ、まあ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 、まだ全然並んでるわ、全然並んでる。あと障害と障害と、あとなんだ、大食いか。大食いは負けないよ、行こうよ。大食いは2人でしょ。ここはどうしようかな、ウォーダスで行こう。ウォーダスで行きましょうよ。頑張ってください。なんでキングヘイローがあれじゃなかった、イーターじゃなかった、逆だろ、サーバーがグラスアンダーじゃなかった。マルスネたちがステージに上がります。お腹いっぱい食べて勝利するのは一体誰か。丁寧に料理を運ぶダイバスターレット、それを素早く食べるウォッカ、最高のコンビと言えるでしょう。グラスワンダー、キングヘイロー、ペア、二人のチームワークに注目です。二人の相性は最高。サイレンス鈴鹿、メジロドーベル、ペア、どちらも気合十分です。東海帝王、鶴丸剛、この二人のコンビネーションに期待です。美味しそうな匂いが漂っています。大食いダービー守る。逆だろ、なんでお前がサーバーなんだよグラスワンダー。これね、とにかく色いいよ。よしよしよし、はい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 、色の皿を揃える、皿の色を揃えるのが大事。おっか、どんどん食え、食うのせえぞ。おっか、緑緑、まあいいや、青でいいか、青でいいや。こういう考えがね、クソ、緑になっちゃった。よいしょ、うわ、やばい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 、これ、それ欲しい、それ、くそ、最悪、もう一回食え。くそ、消えました。くそ、緑、緑にしとこうか。ちょっと遅いな、遅い遅い遅い。ちょっと食うスピードが遅い。僕は食うの遅い、僕か。そうそう、水やるか。邪魔するな、帝王、帝王邪魔するな、こいつ。頑張れ。ドーベルが、めっちゃ早い、ドーベルが。くそ、いいやつ欲しい、いいやつ欲しい、いいやつ。いいよ、いいペース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 。大丈夫、大丈夫。十分十分十分、とにかく青で攻めとく、青で、青で攻める、青で。食え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 。
くれ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 、どんどん食え、どんどん食え、どんどん食え。くそ、体が。はいはいはい、持ってく。くそ、ウォッカ食うの早い。ウォッカ急に食うのが早いから、なんだ、自信か。くそ。もうとにかく飯だ。とにかく運べ、とにかく。ウォッカの食うスピードが速すぎる。くそ。よしよし、来た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 。このパフェが欲しかった、このパフェが。パフェパフェパフェ。パフェ。よいしょ。もう一回パフェ。くそ。おぉ。よし。よし、ハンバーグハンバーグ。もういい。早く早く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 早く。くそ、どうだ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 。ウォッカ食うの遅い。ウォッカ食うの遅い。やばい、どうだ、いけてるか。おい、ウォッカが食うの急に遅くなってる。お腹いっぱいになってるじゃん、ウォッカ。あぶねえ、あぶねえ。腹出すぎだろ、腹出すぎだろ、ウォッカ。あぶねえ。超僅差、いいよ。最後はじゃあ、ウマ娘らしくレースで決着つけようじゃねえか。ファン大会社大会でだってな。じゃあ最後はエーススイーピーでいくか。エーススイーピーで。行こう。障害物は大丈夫。障害物レースは大丈夫。やり方は分かってる。一番自信がある。競技、これで優勝チームが決まります。やべえな。スイープ投手、実力も人気も。長距離、長距離とこの競技マイル派で分かれてんな。セイユースカイ、仕上がりも素晴らしいですね。尋常じゃないステイヤーがいるんだけど、しっかり仕上げてきたようです。メジロドーベル、調子はかなり良さそうです。メジロマックイーン、とても張り切っています。メジロ家対決だね。馬娘たちの気合も十分といったところでしょうか。目が離せません。スタートです。まずはちゃんと、いや強っ。いいよ、とりあえず1位取りたい。でよし、オッケーオッケー、1位で取ったよ。で確実にアイテムを。くそ、よいしょ。いいよ、スピードアップ。アイテム使って拾って、しっかり2個取って、よいしょ。くっ、各馬娘公園に入っていきます。こっからよ。上乗りたい。上乗ってアイテム取ってスピードアップ、スピードアップしてスタミナ使ってスピードアップ。やべ、これ左来てんだよな。大丈夫大丈夫、スピードアップしてスタミナも使って一気にいく。くそ、マックイーンに取られる。蹄鉄、よいしょ。で、心すスキル使っていい。スタミナアップ、よしよしよし、行こうか。圧巻ベイして、いいよ。よしよし、みんなスタミナない、スタミナない、みんなスタミナないよ。チャンスチャンスチャンス、これ超チャンス。いや、クソ取りたい、クソ取りたい、クソ取りなかった。いや、ここは1位で、くっそ、1位で突破したい。インついてこい、インついて、インついてけ、イン、イン。くっ、何も見えない、何も見えないんだ。スタミナ回復したい。くっそ、転べ。くそ、スタミナがね、スタミナがね、スタミナアップ、スピードアップ。
よいしょいけーゴールだ、あとちょっといけ、どうしよう、飛び込め、スイープスイープ、お前らいける、スイープ頑張れ、ここでスピードダウン、これでうぅーくっそ差し切れなかった、どうだ追い込めるか、追い込め、影を迫れ、いったでしょう、よーし、よーし、はちゃめちゃグランプリ、予定していた全競技が終了しました。マーチャ以外、マーチャだけ、マーチャだけ負けちゃった。結果の発表を待つばかり、ウマ娘たちの顔にも緊張が見られます。チーム順位の発表の前に、個人賞の個人賞から進めていきたいと思います。そんなのあるんだ。個人賞は各競技の中で特別な活躍をした馬娘に贈られる賞となります。個人賞を獲得した馬娘がいるチームにはポイントが付与されます。なんだそれ、チーム順位にも影響を与える大事な要素となっております。そういうのは先に説明してくれよ。はじめに流した汗は裏切らない努力賞を発表します。努力賞、努力賞は最もスタミナを消費した馬娘に贈られる賞です。なるほど、マリパの最後の星みたいなね。努力賞を受賞したのは誰、誰だ、ま、この馬娘です。うわでもスイーピー割りかしスタミナのグラスワンだ。グラス、おめでとうございます。不行不屈のグラス。続きまして、鍛えた技で決めろ関東賞、関東賞の発表です。はい、関東賞はスキルを最も披露した馬娘に贈られる賞です。誰だ、関東賞を受賞したのはスティルじゃないか、スティルでしょ多分、スティルだよ、スティル、絶対スティル、スリスリスリだよ、スリ絶対スリ。なんでだよ、おもんな。なんでだよ、おマシンガンシュート賞、はい、こちらはバスケにおいて一番シュート回数、これはスティールだよ、これはスティール、マシンガンシュート賞を受賞したのはこれはスティールでしょ、圧倒的にこれはスティールだよ、ありがとうございます。よし、圧倒的すぎる。おめでとうございます。よしよしよし、次は食べる手を止めるな、フードファイター賞、フードファイター賞、フードファイター賞は大食いで最も長く食への情熱を燃やし続けた、わからん、馬娘に贈られる賞です。これどうすれば、ファイター賞を受賞したのはコンボ数とかだよな多分ね。わあ、これちょっと自信ねえな、これ自信ねえわ。価値格。さて、次は最後の個人賞となります。MVP。名誉ある MVP 賞の発表です。マーチャ。4競技を通して最高に輝いて、マーチャ。チームに貢献した馬、頼むマーチャ。特別な賞です。マーチャだろう。強豪勢揃いのこのハチャメチャグランプリ、MVP 賞を勝ち取るのは一体誰か。頼むマーチャ。MVP 賞を受賞したのは。スティル。そうだね。三冠王じゃねえかよ。なあ、三冠なんだけど。これはもう勝っただろ。発表を残すだけとなりました。大盛り上がりのハチャメチャグランプリ。果たしてその結果は？それでは第4位から順番に発表してまいりましょう。ドキドキ。第4位のチームは。こちらの点数を獲得した800点このチームです。あ、ローズね、よかった、健闘むなしく、びっくりした、4位となりました。惜しくも結果は振るいませんでしたが、その健闘を称えたいと思います。それでは次の順位の発表です。勝ってる、一番 G1 勝ってると思うのだけどな、ローズが。いや、一番 G1 勝ってるのはあれか、こちらの点数を940ポイントこのチームです。コスモスか、素晴らしい活躍を見せてくれましたが、上位チームには届きません。一番チームのバランス良さそうだけどね、コスモスが。さて、
残すところ2チームとなりました。てかこの中にさ、ダート馬娘いなくね、一人も。栄光を手にするのはどちらのチームか。それでは優勝チームを発表いたします。はちゃめちゃグランプリ、塩らき様か。塩らき様にボコられたからな。こちらの点数を1620点。こちらのチーム、イエーイ。圧倒的すぎるだろ。圧倒的すぎるわ。はちゃめちゃグランプリを制覇しました。2位となったチームはこちらです。塩滝様が強すぎた。というところで優勝を逃してしまいました。しかし優勝チームに負けていない闘志を見せてくれました。さてここで放送時間も残すところわずかになりました。最下位の倍スコアなんだけど。今年のはちゃめちゃグランプリお楽しみいただけたでしょうか。おもろいな意外と。ウマ娘たちに大きな拍手を。だって普通にちゃんとやってドッジボールボコられたからな。以上でハチャメチャグランプリの全プログラムが終了となります。皆様ご声援、もっとキャラいるのかな。まあ、無事優勝したけど、ふ、完全勝利。ふ、度重なる激戦を経てハチャメチャグランプリを制したのはチームリーダー。お、ちゃんとハイライトなくなってる。やったわ、私たちが一番よ。見なさい、まーちゃん、みんながスイーピーの活躍。まーちゃんだけ怒られたからな、どっちで。あれはまーちゃんのファンです。たくさんの視線が、まーちゃん、まーちゃんに釘付けなのです。なんだなんだ、 MVP の話か。 MVP はだってスティールだっただろうが。いや、スティールだっただろうが。そこは皆さんがすごかったということで。保護者枠だな、完全に。出た、やだやだ。やだやだ。レースで決めようじゃ。私たちの中で、なんだそれ。真の頂点を競う。そんなのあるの。何？レースか？続きは馬娘？いけません。けれど、なんて抗いがたい魅惑の宴。たとえ罪だと分かっていても、引き寄せられてしまう。スティル？なんか様子が。ああ、スティルのこの姿を見るのは、ウォーダスは初めてか。私はこの上なく成長です。いつもより強く深く皆様を感じられる。競うのであれば、そうだな、タウフリしましょう。私たちは馬娘、走ることこそ本懐ですから。さあさあ、今のあなたたちは最高に熟した果実を味わわせて。湧き上がる魔力を感じるわ。感じるな。この座をかけて本気で勝負ってことね。負けないわ。この勝負に勝てばさらに目立てますよね。ええ、まーちゃんも受けて立ちましょう。 MVP 決定レースか。ようやく馬娘らしいことするな。燃えてきたぜ。やっぱ俺たちは走ってこそだよな。こいつらはこうじゃねえとな。今さらようやくその真理にたどり着いたか。嬉しい俺は。まあでも多分これで終わりだと思うけど、それなりには面白かったな。キャラは全部サムネ用にやっとくか。キャラは可愛いし、ただもうちょっと競技があってもよかったんじゃないかなって思うけど、まあまあまあ、キャラは可愛いんで、キャラゲーとしてはかなり高い点数になるんじゃないかな。うん、あ、まあ生粋の馬娘ファンなら買ってもいいだろうな。